あざとかわいいの見どころを見て、昨日見てきたんですよね。で、さっき馬跳び行ったじゃないですか。それが1個目で、2個目があのペアノのとこで、ペアノのとこなんですけどね、なんかペアノのところがあるんですけど、あの絶対に高本さんとあの向かい合った時に目が合うんですよ。もうその時の笑顔が本当に素敵すぎて、もう、うん、あそこは照れちゃいますね、いつも、うん、あとあの MV のあれなんですけど、見どころなんですけど、あのすごくあのちょっと個人的になんですけど、あのサビのとこ の, あの2分3秒です2分3秒です毎回言いますね、2分3秒のところ の, あのメイさんがソロでバッて抜かれてるシーンがあったんですよ。あそこの決め顔がすごく私は好きです、うん、個人的にあともう一つはあの一番最後のなんかみんながこうやってわちゃわちゃしてるとこあるじゃないですか。あそこの京子さんと志保さん の, あのハイタッチしてるとこ分かりますよね皆さん。あのハイタッチしてるところがすごく好きです。あそこはもう本当に皆さん笑顔でこうやってわちゃわちゃしてるので、もう何回でも見れます、うん、あの最低でも10回は見ましょうすごく好きです。わかる、わかりますよね、誰のブリコが一番好き。私京子さんのブリコ大好きですなんかもうあんなに可愛くできるんだって思いますね。なんか尊敬です、尊敬、うん、そうですね。リポシーの CM、 あーリポシーさんの CM、 あのウェブでの CM なんですけど、オレンジの衣装すごく可愛くていっぱい写真撮っちゃいましたすごい可愛いですよね。どうでしたか皆さん、リポシーさんの CM はかわいかった。そうですよね、なんか衣装すごく可愛くて皆さん似合ってました本当に。うん、なんか後ろのなんて言うんですかね、風船で作ってあるなんか心臓とかもあったんですけど、そういうのも可愛かったので注目して見てください。うん似合ってました、あ似合ってましたか。私あんまりオレンジとか着たことがなくて、似合うのかなって思っててすごく不安でした。うん、高本さんと、あそうですね、高本さんとペアなんですけど、こういう風船渡すところとか、あとあの後ろで走ってるシーンとかあるんですけど、あの風船があったじゃないですか、こんぐらいのあれでどのぐらい積み上げられるかっていうのを一緒にしてました。そう、結構このぐらいで意外と小さめなんですけど乗せるの難しいんですよ、こうやって手に。で私最初5個ぐらいしか乗せれなくてなんかやってたんですけど、高本さんが一緒に12個こうやって抱えられたのですごく嬉しかったです、楽しかったです、すごく、うん、あ4万人行ってますか。私まだ3万、あ、行きました、4万人スクショタイムですね。さあ皆さんちょっとコメントにどのようなポーズをしてほしいかっていうのを書いていただけるとありがたいです。そうだ、自己紹介、じゃあ5万人にしましょう、5万人にしましょう自己紹介。うん、ごめんね引き伸ばしてヒーポーズは、あ、さっきはヒーポーズをしました。5秒間ヒーポーズをしました。うん。あざとかわいいポーズ。あざとかわいい。これですか？え、じゃあこれでいきますね。じゃあ5秒間で、5秒間なので、皆さん5秒でーす。いきまーす。1、2、3、4、5。はい、5秒間の。スクショタイムでした。イエーイ。そうですね。じゃあ最後のスクショタイムは残りの5分、だから9時55分に
もう一つしたいなって思います。